フィィナテクススホールディングスの林と申します僕の1分間全力でぶつけます日本の金融サービスに革新を起こすべくワクワクする仲間と5年前にフィナテクスを創業しましたビル・ゲイツはパソコンやインターネット業界に革新をもたらした僕のパーソナルヒーローだからお会いしたいです エルヴィンは非常に難しい局面で数々の難しい意思決定をしてきたまさにリーダー中のリーダーだと思っているからです日本の合計出生率は非常に低い理由の一つとして保育士の劣悪な労働環境にあるからというふうに思っているからです稲盛和夫さんは企業家としてはもちろん国力をどういうふうに上げていくかという大きな視点で物事を考えています 我々も一事業者としてどういうふうな事業をするかということだけではなく日本の国力をどういうふうに上げていくかそして社会にどう貢献するかという思いを持って金融をサービスとして再発明してフィナテクストグループ一丸となって頑張っていきたいというふうに思っています。